ーチャージャーは、エンジンから排出される排気のエネルギーにより、排気タービンを回転させ、タービンと接続されているコンプレッサーを駆動することで、空気をエンジンへ圧送、下給する。そのため、減速のためにアクセルペダルを戻すと排気エネルギーが減少し、タービン回転数が徐々に下がる。同時に、スロットルバルブより、上流の空気も行き場をなくすため、逆流して、コンプレッサーの回転が妨げられる。バックタービンその後、再加速のためにアクセルペダルを踏み込んだ際、タービン回転数が再び上昇し、コンプレッサーが機能するまで、遅延時間、ターボラグが生じ、この間は、十分な下給が行えず、期待した機関出力を得られない。その対策として、タービン直前のエキゾーストマニホールド内で未燃焼ガスを燃焼させ、排気ガスのエネルギー不足を補い、タービン回転の低下を防ぐ。具体的な例として、アクセルオフ時に、1気筒分の点火時期を上支点後まで遅くして排気時に点火し、続く気筒は、点火カットして、混合気をエキゾーストマニホールド内で燃焼させる。なお、ターボチャージャーの容量が大きい場合には、エキゾーストマニホールドに、二次空気を積極的に導入し、効果を高める場合がある。システム作動時には、太鼓を叩いたようなポンポン、ポコポコという音がするが、制御が不十分で、エキゾーストマニホールド内で燃焼しきらずにアフターファイアーを起こしている場合には、爆発音のようなバンバン、パパパパという音が発生する。わかりやすく言うと、ミスファイアリングシステムとは、ターボチャージャーによる下級エンジンにおいて、アクセルオフ時後に発生するターボラグを解消するシステムである。スロットルをオフした時に、エンジンを故意に失火、ミスファイア状態にすることから、この名称で呼ばれている。Oh.
ー。